司会進行の陣内智則です。よろしくお願いします。同じく司会進行を務めます釧路萌実です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。釧路さん、はい、ようこそ吉本興業よろしくお願いします。なんか不思議な感じですね。そうですね、これからお世話になります。いや、まだ慣れてないですね。まだ慣れないでしょうね、はい、でもありがとうございます本当に、はい、釧路さんが来ていただいて、はい、すごく吉本も喜んでますそうだと嬉しいんですけれども、はい、お願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、もう3年なんてあっという間ですからね。そうですよね。ですよね。ついについに、まさか3年前吉本入ると思ってなかったでしょそれは全く思ってないですなのであっという間に来ると思います。あっという間に来ますから、はいはいはい、皆さんもね、ぜひ万博に一緒にジョインしてください。はい、お願いします。各シグネチャーパビリオンのテーマとして表現します、うん、なるほど、さすがですねありがとうございます、はいはい、昔までここ元 NMB がやってたんで。あ、そうなんですか。いや、でも素晴らしい司会をやってきたと思われますよ、はい、今日の日のために一生懸命練習してまいりましたので、ね、いけるんよね我々。なんかここまで来たら行かしてくださいよ3年前のイベントが最後やったなってなるん嫌ですよ。ぜひ一緒に盛り上げていただければと思います、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お聞きになって何かこう印象に残っていること、うん、やっぱりあの命っていうだけでもすごい様々な角度から見ることができるんだなって。いや、私は本当、うん、食べることの大切さを感じたのと、うん、あとやっぱ食べる言葉を紡いでくれる、うん、いや小山さんのしか聞いてないよね多分輝きすぎてるって命いただいて輝きすぎてるいただきすぎてる。福田さんは、うん、あ、言いました。すいません、はい、ちょっと最後の食に引っ張られちゃってそうですね、はい、言いました、ね、ましたね、はい、あのさっきから私2回ターン回ってきてるんですね。全質問で失礼しました。1回喋ってる強すぎて彼女さんに失礼しました万博って僕たちまだね知らなかったんで、はい、そうですよね、1970年最初の頃は、ね、はい、だからちょっと楽しみですね。そうですね、万博らしさ期待するところであります、期待したいですね、はい、はい。